皆様に一つ謝罪をしなければならないことがあります。素材集めが大変すぎて日回だけマルチでクエストに行きました。もう最低だよな俺。ソロ縛りでメインストーリークリアするとか言いながら素材集めで2回マルチ行ったんだよね。ごめんなさい。ついにね、交流始まりました。爆炎のテオテスカットルやっていきましょう。レッツゴー。まはーん。ここだな。来た。これがテオテスカトルの鳴き声。ドキドキ。ワクワク。熱っ熱っ熱っ。ちょっとちょっとちょっと。もう死亡しててもおかしくないっす。もう死んでもおかしくないってこれは。そう。ハンターって人間離れ しすぎだよな、ほんと。普通に火傷してもう気絶しとるレベルでやばいよ今の。うわ、かっこいい。テオテスカトルよく見たらかっこいいよね。いやーもう炎帝って感じするわ。帝王って感じするよほんと。闇の帝王ヴォルデモート、そして炎の帝王テオテスカトルと、もうそれに匹敵する、もうヴォルデモートに並ぶかのような、そういう風格があるわほんと。な、でけえ。交流でけえよ、おい。交流こんなにでけえのか。ネルギガンテとは比にならんぐらいのなんかでかさなんだけど、これ。ネルギガンテって結局言うてリオレースとかの、ああいう、飛竜士みたいなもんじゃん。大きさで言ったら。癒しの炎と置きたい、ちょっととりあえずまず。とりあえずまず癒しの炎と置こうか。あー、ブレスか、今の。危ねえ。まっすぐ前にやるんかと思った、今。危ねえ、危ねえ。まず癒しの炎と、そしてこっち来てほしい。ナイス。はい、カモン、カモン。セイセイ、あーなー、当たんないんかい。正確見切ったのに。いてー。しかし、ヤシの炎と任せろって。あっつあっつ。待って、爆発する。あー、するよね。逆に行けばよかった今。逆のところ行けばよかった。え、待って、え、ヤシの炎と壊れた。あっつい。ちょっと待って、ヤシの炎と壊れてんだけど。嘘でしょ。ちょっと待って、あ、ナイス回復。なんだよそれ。はい、セイ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 、はい、セイキンです。あ、これはゲージ回収いけそうですね。はい、まずは白ゲージ回収。うん、待って、もうちょっと前。危ねえ、シッパー当たらなかった。見え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 ぬ。三つ虫、三つ虫ちょうだい。ちょっとそんな変なとこ三つ虫置かないで、レノマルちゃん。レノマルちゃん、こんなキワキワハロー YouTube に三つ虫。ナイス回復、ありがとう。ちょっとそこやめようぜ、手落としちゃん。遅かった。え、違う。早く、ん。え、テオティスカトルのさ、方向のモーションってちょっと特殊じゃないですか。なんか、うわーみたいな。なんかそんな感じしない？当たってないし。ちょっと。見切ってんのに当たらんから、ゲージ回収がなかなか難しいところですね。なかなか回収出ないんで、ちょっと頭尻尾狙っていきたいところ。しかし尻尾をマグマの方へ向けている。どんだけ頭がいいんだお前は。こっち来いこっち。癒しの念頭も壊しやがって。初動癒しの糸置いたらもう10秒後なくなっとったからな。まあマグマが噴火しちゃったっていうのは多分なくなったんだろうね。その辺はもう経験不足といったところでしょうか。どのタイミングで出ればいいか分からん。オッケー、頭、オッケー、頭すごい柔らかい。熱い、危ない。スイスイスイ、待って、もうちょっと右、危ねえ。はい、セイセイセイキンです。オッケー、待って、逃げて逃げて、みんな逃げて。危ねえ。そう、俺あの先行弾持ってないからさ、これもチャンスじゃないんだよね。いっちゃえば、あっつ、ちょっとテオテスじゃなくて、あの大地にやられたわ。あっつ、危ねえ、ギリ当たってない。危ねえ、距離的にギリ当たっていない。味方的には当たってるのに見えたんだけど、そっちかーい。こっちから始まるのかと思った。何これ、テオテスカトルどっち狙ってるのかよくわかんないんだけど、何これ。今です、ブレスはチャンス、ブレスはチャンス。え、セイキンだ。オッケー。なんかもうセイセイセイっていつも言ってたところから、もうセイキンですに変わっちゃってるから、ちょっと言っとる意味がわからん状態。早すぎた、
当たってないんかい。返していたと思ったけど、当たって。このさ、方向のモーションわからんすぎでしょ。誰がこんなんで方向だと思うかって感じだよね。これはもう回収しちゃっていいんじゃない？いける。オッケー、ナイス。そしてひるんでいる。素晴らしいですね。一回こかして頭とかしっかり殴りたいですね、これは。なんだそれ。ちょっと待って。ちょっと待って。これは火になっちゃってるから、一回直して、お。よーし、まあまあ、いい感じのタイミング。いい感じのタイミング。わーお。どこだったら大丈夫、癒しないと。ここか？この辺なら大丈夫だろう。ここ噴火しないんじゃね？ここは噴火しないと見た。はい、チャンス。今です。せい。尻尾当たるか？まずい、無理だ。くっそ、尻尾当たるか思ったけど、無理でしたね。ちょっと熱いとこやめない？見えないんだけど、それ。癒しネットのところに戻りまして。また癒しネットがなくなってんだけど、なんだこのゲーム、マジで。癒しネット、実は、何？実は使えないみたいな。ああいう、そういうパッチが入ったの？これもうこっちにさ、呼び寄せていいんじゃない？これ。こっち来いよ。ここ一番戦いやすいっしょ、お互い。こっち来いって。レノマルちょっと、レノマルちょっとこっちに連れてきて！無理やな。無理ですね。なんで癒しの遠投消えちゃうんだろう。ああちょっとそれは違うってマジかよ。せっこいな。FPS で言う、角待ちショットガンされた今。ちょ、走り回りすぎ。待って逃げて逃げて、あー危ねえ。緊急回避で何とか逃れた。しかし、火傷状態。危ねえ。間に合わなかったけどギリギリ耐えた。当たってないよね、これ。見切った後の攻撃が。当たってないんだよね。白ゲージになっちゃう、これ。待って！突進か。今のはまた違う動きだと思ったわ、今。待って、それ違くない？ちょっと。掃除、お掃除？掃除機かのごとく、そういう動きは違うって。危ねえ。掃除機や、今の。隅から隅までね。隅から隅まで。ナイス！なんでそのタイミングで。なんだこいつ。よくわからんタイミングで。よくわからんタイミングで。ちょっと。なんだそれ。よくわからんタイミングでひるみやがったな。ということで、尻尾切っていきたいところ。ちょっと正直でもダメージ数稼ぐために頭切りたかったんですけど、しゃーなし。尻尾切っていきましょう。せい！オッケー、ナイス！ゲージ回収。ということで、くるっと後ろに待って、熱い！オッケー。もう行っていいんじゃないこれ。行こうぜ。あー強気になったのが、ダメだった今。カブトありいけると思っちゃった。くっそー。これ乗らしてくれよ。ちょっと待って、乗れるんじゃねこれ。あはお届かん。これちょっと待って。あれだね。まあ、単純な経験不足ってわけなんですけど、なかなか動きを読んで動けない。いや、くそ。まだ一回も乗ってないからな。ということで、七種の原則ありがとうございます。いや、ここのマップだとさ、癒しの炎灯起きるんじゃない？さっき本当に大地が噴火したおかげで、俺の癒しの炎灯10秒で消えたからな。よし、行け。癒しの炎灯。で、あと乗りたいっすね、やっぱ。ああ、まあまあまあ。走り回りすぎ、ちょっと。ワンパクやん。ワンパクだね。ワンパクだね、ちょっと待って。一回乗るか、ゲージ回収でカブトラ一回決めたい。ほんとに。これ乗れそう。チャンス！ああ、乗れないの。交流ってさ、なかなか乗れないよな。でも最初は最初くらい乗れると思うんだけど。乗れないのか。一回乗ってないから、もう乗れると思うんだけどね。当たんないと。待って、単純にこれさ、癒しの炎灯の効果がさ、すぐ終わるってことじゃない？これ。気づいちまった。癒しの炎灯の効果って結構すぐ切れるんだね。今です。行っちゃっていい。行っちゃいます。頭に入った。入ってない。畜生。そして、ひるまず。ひるまなかったのもでかいな。逃げます。大きい役で回復と。いいタイミング。いいタイミングですね。ガチで乗りたい。ちょっとこっち来いよ。一回乗りたくね。一回ぐらい乗っとかないと、ダメージの蓄積が足りなさすぎる。ナイス乗り。これは頑張って尻尾いっちゃうかな。ダメージ数稼ぐんだったら頭壊しちゃっていいんですけど、頭殴っちゃっていいんですけれども、でも有利に戦おうと思ったら尻尾切った方がいい。どっちがいいんだろうか。まあダメージ数稼いだらすぐ終わるけどね。はい、さいっさいっさいっさい、あ、さい。ですはい、せい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 、あ、せ、なんで大回転技なしか。まあ、しゃなし。
そして頭の近くにということで頭切っていきましょう。はい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 、いいダメージ、いいダメージ、いいダメージ、素晴らしい。もういっちゃっていいかな、ミスった、もういっちゃおう、今です。尻尾当たる、尻尾じゃない、あ、尻尾当たったかこれ、うん、微妙にちょっと尻尾当たった感じ、いいっすね。これもうこれでもゲージ回収しちゃおう、ナイス、ゲージ回収、もう一発カブト割り決めていきたい。まずい、これ待って、周り周り逃げて逃げて、あ、危ない危ない、なんで当たんなかったんだろう。エリア移動、よしよし、順調順調順調っすよ。よし、こっち来い、ここに1個と、あ、これか、いけるだろこれ、あー、じゃあ危ない危ない、いける、あー、ナイスナイス、素晴らしい。しかもてか待って、テオテスの攻撃当たっちゃったんだけど、痛えわ。回復、もう一個もう一個もう一個あるぞ。おかわりいらない？テオテスちゃんおかわりいらない？おかわりいいだろ、おかわり、いって、待て、それはそれは違う、早すぎるんだよね動きが今の。ナイス、めちゃくちゃいい、違う、尻尾に当たった、オッケー、ナイス。よし、ここでゲージ回収と いきましょうか。ここでゲージ回収、尻尾ももうすぐ切れそうだな、なんか壊れてるぞ結構、尻尾切れろ、うらあ足に当たった、今です。尻尾いけるんじゃない、無理だな、頭当たらず、まずいな、体力が少ないんでちょっと一回回復したい、一回ガチ回復したい、あち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 いことになっとるぞ。ちょっと癒しのエントリー回復しつつ、癒しのエントリー回復しつつしつつ、ちょっとねスタミナを戻したい、携帯食料あった、地球携帯食料、ナイス、地球携帯食料、えい、いや、暑いって。しかし、すごく順調ですね。まあ、いろんな、いらないところをカットしつつ、まあ、12分、13分ぐらいの動画に収まってるんじゃないでしょうか。おいしょ、素晴らしいダメージ。いっちゃおう。なあ、ナイス回復、素晴らしい。プラマイゼロ。体力的にプラマイゼロ。ちょ、待って待ってくれ、頼む、レノマル、レノマルもっと頑張れ、レノマル頑張れ、いって。レノマルがここで、しびれでもやってくれればすげえいいんだけど、しびらしてくんない、この方のことビリビリさせてくんない、俺たちのこの魅力で。ちょっと待て待て待て、おい、また掃除機来たんだけど、やめろよ掃除機、掃除機の攻撃なかなかしんどいよね。ついつい、めちゃくちゃミスった、ちょ回復したい回復したい、危ねえ、一回死んだらまた死のリスクが高まる、次への死のリスクが高まるから、もう一回も死んじゃダメ。ナイス！来た。俺はこれを待ってた。はい、尻尾切っ、なあ、ちょっとそのタイミングが違うって。くそ、ダメージを蓄積するチャンスだったのにな、今。おっと。ここで、ここで足を削っていく。いや、今のは、いっぱい殴った最後らへん、痺れてるなっていうところでいっぱい殴った最後らへんでね、尻尾切れてくれればよかった。おはようございます。85ダメージ。頭破壊してないよね、俺。ナイス！ガチナイス！急に。これ頭行きたいな。一回下がっての回転。せいせい。せい。せいきんです。オッケー、ナイス73ダメージ。素晴らしいダメージだ。これはもういっちゃおう。今です。いっちゃおう。これはいっちゃおう。強気だよ、俺は。これで、終わりだ！うるっ！ナイス、ひるみ。倒さなかったけど、倒さなかったけど、ナイス、ひるみ。ナイス。俺強くね？終わりがけに結構テオテスカトルの V 破壊が効き出して相当いい具合に切るんで、いいダメージが出せている。今です、これを忘れる俺は。おー、フィニッシュ、フィニッシュ、あ、まだ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 なの、フィニッシュ、まだなの、ちょ、まあ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 、まあ、調子に乗らないこと大事、冷静になろう、まだこいつの体力はめっちゃあるっていう風に、まあ感覚として考えて、そういう立ち回りをして、安全に行こう、安全に安全に行きましょう。調子に乗ったら終わりだぞ。レノン、調子に乗ったら終わりだぞ。オッケー、おらオッケー。いや、やっぱ、テオテツは一番やりやすいかもしれないですね。正直言って。クシャルダウラはね、風とかで戦えない、切れない時あるから。いや、よかった。テオテスカトルよかった。ということで、テオテスカトル一体の討伐完了いたしました。ありがとうございます。
よし、いつも通り報酬見ていきましょう。まず20分47秒、まあ、これはすごいいいかなと思います、正直言って。はい。極炎の竜鱗、かっこいいな名前が。素材の名前がかっこいいわ。で、古竜骨に古竜の血と、そして竜鱗、剣閣、竜鱗、古竜の血、古竜の血、そして勇気の証 G、 ありがとうございます。で、鎧玉、古竜骨、古竜の血、そして、お、爪が2個か。どっちなんだろうな。ちょっとね、必要なものがありまして、爪か角かわかんないんだけど、そして縦髪と、ありがとうございます。いやー、一回も死なずにいけたね。よかったっすわ、ほんと。